ワット・ベンチャ・マ・ボピット、ドゥシット・ワナ・ーラーム・ラーチャ・オー・ラ・ウィハーンは、タイのバンコクにある、仏教寺院。通称ワット・ベンチャ・マ・ボピット、別名大理石寺院。ベンチャとは、サンスクリット語起源の語のことであり、ボピットは、僧侶から王もしくはそれに近い高貴な王族に対し、使われる、あなたである。これらからわかる通り、ラーマ御聖書縁の寺院である。 ラーマ3世の治世下の1826年当時、タイの超広国であった、ラオスのアヌウォンが反旗を翻した際に書かれた、記録ワットレームあるいはワットサーイトーンという、名前で登場する。もともとは小さいお堂だったようで、サーイトーンとは、寺を目指す、サイの目印となった樹木の名称である。時代は下ってラーマ4世の時代に、 直名でワット・ベンチャマボ・ボピットという現在の名前に近い名前が可視された。1899年、ラーマ5世の命により、スワアン・ドゥシット宮殿を造成するのに際して、現在の本堂が建立された。デザインは、イボテのナリッサ・ラーヌ・ワッティオン王子によるものとされるが、イタリア人建築家のエルキュール・マンフレッティが担当した、他、マリオ・タマーニョラ、親とい,いイタリア人らの義師による、 西洋技術が大いに利用されており、タイの絶対要請下における代表的建築の一つとされる。大理石寺院の別名の通り、屋根瓦以外のほとんどの建材にイタリア、カラーラ産の大理石を使用している。屋根には鮮やかなオレンジ色の瓦が使われ、窓にはステンドグラスがはめ込まれている。本尊物は、 正度性であり右手で地面を指さした、孔マインを押する、一般に、タイで最も美しいとされる、ピッサヌローク剣のアットプラシーラタナマハターとの、チナラートフッツを模したものである。ラーマ5世はこの仏像を非常に敬愛し、ピッサヌロークで鋳造させて、本寺院まで水分させたと言われている。寺院のパノラマ写真、ありがとうございます。